皆さんこんにちは、アクレプチャンネルのメラです。今回はメラのペットの餌をたくさん買ってきましたので、そちらの方を皆さんにお見せしていこうかなと思います。それではまずこちらの袋から開けていきたいと思います。まず1つ目がカエルですね。こちらのカエルはメラが飼っているガータースネークとかの餌になります。次はメダカですね。こちらもガータースネークの餌とかカエルの餌とかになります。で次がこちらですね、ミックスフードですね、魚用の餌ですね。これはメダが飼っているゴキブリとかダンゴムシとかに与えるものです。で次この蓋を開けてもらうと冷凍の餌が出てきます。まず買ってきたのが冷凍ネズミの L サイズ、M サイズで、冷凍ネズミの L サイズ、冷凍ネズミの S サイズ、次が冷凍ヤモリですね。これらを買ってきました。これが普段買ってくる餌ですね。他にも魚の餌とかも買ってくるんですけど、今回はまだあったので買いませんでした。でこの紙袋の中にコオロギが300入っております。そちらの方も開封していこうかなと思います。それではこちらの紙袋をこのケースの中に入れていきます。コオロギは300匹なんで、そんなに数はすごいわけじゃないんですけど、まあ大体こんな感じですね。これでコオロギが300います。ね、この辺とかを見ると結構密集してたりします。こういうところとかにも結構密集してますね。後から卵パックをちょこちょこっと自分で足して終わりですね。普段こんな感じで餌を買ってます。今回はこれで動画を終わりにしようかなと思います。チャンネル登録、評価お願いします。あと Twitter、Instagram、TikTok 再生リストなどを概要欄の方に貼っておきますので、皆さんぜひ見てみてください。それでは皆さん、バイバイ。